こんにちは、エルバスファームです。最近謎の体調不良が続き、前回の更新から間が空いてしまい申し訳ございません。皆様におかれましてはゴールデンウィークを満喫中でいらっしゃいますでしょうか。さて、これまでアガベの春に行う作業として植え替えや土作り、薬剤散布の方法などをご紹介してきましたが、今回はリクエストの多い胴切りの方法をご紹介できればと思います。胴切りについても以前ご紹介したことがありますが、これもかなり昔の動画で、最近また胴切りの方法を動画にしてほしいというリクエストをいただいておりますので、再度ご紹介させていただきます。発根管理と同様に胴切りも慣れてしまえばなんてことなく、とても簡単な作業なので、ぜひこの動画を見てご自身でもチャレンジしてみてください。では今回の内容としては、まずは胴切りはどんな時に行うのか、また胴切りに適した時期や注意点などをお伝えいたします。そしてその後に使うものや手順をご説明した後、実際にカットしていきたいと思います。切った後の管理方法も合わせてご紹介いたします。それでは今回も見ていきましょう。ではまずは胴切りを行う目的、またおすすめの時期や注意点などをご説明いたします。胴切りの目的と聞くと、このような感じで強制的に小株を吹かせるためと考える方が多いのではないでしょうか。もちろんそれも目的の一つになりますが、別の理由としては下葉が傷んだ株の仕立て直しという目的もあります。例えば何年も植え替えをしていない株などは、このような感じで下葉が多く枯れてしまうことがあります。そのまま放置すると病害虫が発生するリスクが高くなるほか、株姿も乱れてしまうことがあります。またそのままの状態で放置していると痛みが進行し、健康的な部分まで悪くなってしまうなんてこともあります。そんな場合は枯れた葉のみを取り除くのではなく、枯れた下葉の上から切り離してしまい、健康な状態の上の部分、これを天と呼びますが、天を生かすという意味で仕立て直しを行います。また下葉を焼いてしまった、虫にやられたなんて場合も、観賞価値を維持するために切ってしまうのも一つの手です。このように気に入っていた株だけど、株が弱ってきた、見た目が悪くなってきたなんて時にも、胴切りをして一度仕立て直しをするという手段を知っておくといいかと思います。続いて胴切りの時期ですが、基本的には春から秋にかけての生育期がおすすめです。アガベが活動している生育期に行うことで小株が出やすいですし、天の発根管理もやりやすいからです。室内管理で年中暖かい場所で管理しているよという方はいつ行っても問題ありません。注意点としては、切る際にカッターやナイフ、ハサミ、もしくはワイヤーなどの道具はしっかりと消毒をしておくことです。また傷んだ株をカットした後に、そのままその使用したもので他の株に触れてしまうと病気が感染するなんてリスクも考えられるので、使用後もしっかりと消毒はしてください。株自体もダメにしてしまわないように、切り口をしっかりと消毒、また乾燥させることが大事です。胴切りをする株ですが、中株以上の株でしっかりと根が張っている株、またある程度葉数のある株を選んでください。葉数が少ない小さい株や発根して間もない株などは切っても小株が出ない場合があります。ざっくりと鉢サイズで言えば4号以上の株でしっかりと根が回っている株だと、まず失敗はないかなと思います。また胴切りをすると株が弱くなるなんてことを聞いたことがある方もいらっしゃると思います。それが起きるのは天の方になりますが、その理由としては単純に胴切りの後の株が弱るからです。胴切りをした後の天の部分は発根までに時間がかかることが多々あります。特にワイヤーでスパッと切った切り口からは根が出にくい場合があります。根が出ない場合の対処法は後ほど説明しますが、未発根のまま冬を迎え、結局次のシーズンまで出なかったなんてことになると、天の体力が落ち、次に展開する葉の挙手が弱くなってしまうことがあります。そのため発根管理などに慣れていない方は、これからさらに暖かくなっていき、発根管理のしやすい今の時期に胴切りは行っておくことをお勧めいたします。続いて胴切りで使うものをご紹介いたします。用意するものはまずこのようなワイヤー、そして殺菌剤、ハサミ
になります。以前はナイフやカッターで切るのが主流でしたが、最近はワイヤーの方が主流になりつつあるかなと思います。ワイヤーを使うメリットとしては、何より刃を傷つけにくくすることです。スパッと切れるので、天も地もどちらも刃を残しやすいメリットがあります。ただ大きい株に対してはワイヤーが切れてしまう可能性もあるので、大株を切るときはナイフやカッターを使った方が楽に切れることもあります。そこは切る株に応じて判断してください。またワイヤーは太すぎるとうまく切れませんし、細すぎるとワイヤーが切れてしまう場合がありますので、 0.45 ミリぐらいの太さが使い勝手がいいかなと思います。殺菌剤は切り口から雑菌が入らないようにカットした後に噴射します。僕はいつもこのダコニールを使っています。ハサミは下刃を落とす際に必要であれば使用します。続いて実際に切る前に手順をご説明しておきます。まず切る場所ですが、小株を吹かせたいのであれば、下刃がぐるっと1周分残る程度の場所を狙うといいと思います。例えばこの株の場合、ここにワイヤーを通すイメージです。植えすぎると成長点が残り、そこから新しい葉が展開してしまい小株が出ません。下刃が傷んでいて仕立て直しのために行うよという場合は、傷んだ箇所より上で切って問題ありません。切った後は切り口を消毒すれば胴切り作業は終了です。では切っていきたいと思います。今回はこのホワイトボールを使ってやっていきます。このサイズになるとワイヤーよりもナイフの方がいいですが、ワイヤーでやる方の方が多いと思いますので、見本になるように頑張ってワイヤーで切ってみたいと思います。ワイヤーを通す場所は先ほどもお伝えした通り、下刃が1周分残るような場所を選びます。刃に途中で引っかかると一緒に切れてしまいますので、ワイヤーをしっかりと中心部にまで通してください。中の茎の部分を切るイメージです。また切る際はワイヤーが手に食い込むと痛いので、手袋はするようにしてください。ではやっていきます。ワイヤーを中までしっかりと通したら、左右均等に引っ張っていきます。切れないで抜けるといいですけど、めちゃめちゃ硬いです。やっぱりこういう株はナイフの方が良さそうです。よいしょ。切れちゃいました。でも株も切れたような気がします。あ、切れました。やはりこのくらいのサイズになるとナイフで切った方が楽だと思います。ただしっかりと綺麗に切れたかなと思います。痛みもないので、やはりこういった傷が出ないというのはワイヤーのメリットかなと思います。木の方もこんな感じです。これでカットは完了になります。最後に切った後の管理についてもお話しいたします。まずはこちらの地の部分ですが、こちらは特にやることはなく、この切り口にダコニールなどの殺菌剤を噴射して乾燥させれば OK です。その後は通常の株と同様の管理で問題ありません。切り口がしっかりと乾くまでは、切り口が濡れてしまわないように水やりの際は気をつけて与えてください。成長点から新しい葉が出てきてしまわないように、切り口をナイフなので潰しておくという芯止めという方法もありますが、僕は雑菌でも入ったら嫌なのでいつもやっていません。気になる方はナイフなので切り口を切っておいてください。続いてこちらの天ですが、天は先ほどお伝えしたようにスパッと切った切断面からは根が出にくい場合がありますので、下葉を何枚か落として茎の側面を露出させると根が出やすくなります。とりあえず形を崩したくないし時間がかかってもいいという場合は、このまま発根管理をしても、まあ、問題はありません。切った後こちらにも切り口に殺菌剤をまぶし、地と同様に一旦しっかりと乾燥させます。その際は天は日に当てると弱ってしまいますので、風通しの良い日陰で管理するようにしてください。乾燥後は他の株と同様に発根管理すれば問題ありません。
以上がアガベの胴切りの作業になります。今回はアガベの胴切りの方法、手順や使うものなどをご紹介しました。いつもお伝えしているようにアガベはとても丈夫ですので、多少失敗しても株がダメになるなんてことはまずありませんので、ぜひこのゴールデンウィーク期間中にご自身でも試してみてください。では今回はこれで以上になります。この動画が参考になったと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。